はい、どうもエンタのゲームインザボックス、引き続きスターボックスアドベンチャー自作攻略チャートで放浪の旅やっていきます。さあ、ライトフット村にね、拉致されまして泥棒の疑いをかけられたんですけれども、まあ、その疑いは晴れたんですが、ライトフット村の地下にはね、遺跡があるということで、その遺跡に案内してもらうためにライトフット族のテストを2つ受けろって言われたところまでやってきたんですけれども、まあ、その2つのテストがこの今選択できる状態なんですけれども、このトーテンポールのテストと力のテスト、この2種類ですね。じゃあ何これ、トーテンポールのテスト、このライトフット村にある4つのトーテンポールの全てを点灯させるのだ。マチョフットの不動の記録2分30秒を破れば合格だと、力のテスト A をひたすら連打して無敵のマチョフットと競うのだ。最強の勇者たる者のみが奴を穴まで追い詰めることができるという2つのテストがあるんで、まあじゃあもうね、 A ボタン連打するだけならね、力のテストからやりましょうか。まあ一応攻略チャート読んどきます。攻略チャート、力のテスト、ひたすら連打をすべし、それだけ。トーテンポールのテスト、4つのトーテンポールにあるスイッチを2分30秒以内にすべて入れる。1、スタートしてまっすぐ行ったところにあるはしごを登って先に行ったところ。2、四角の木のブロックを取ったところの近くでハイジャンプをして先に行ったところ。3、マップ南にある木のブロックで足場に出現した足場を渡って行ったところ。4、3の後ろにトーテンポールがあるのでそこに向かって泳いで行ったところの小島の壁を登って行ったところ。2つのテストをクリアして遺跡への道が開くのでその中に入るという書いてますね。じゃあもう A 連打だけの、じゃあ力のテストからやってきます。お前の力を見せてもらおうか。あれか、マチョフット、マチョフットさん、マチョフットさんじゃないですかっていう。めっちゃ喜んでる顔したよ今。 A ボタン連打、はい、連打してますからね私。めっちゃ弱い。めっちゃ弱い。マーチョフットさん弱。マーチョフットさん弱いじゃないですか。やるじゃないか、チャンピオン打ち負かすとは。マーチョフットさん弱いですからっていう。もうなめ腐っとるわ本当に。マーチョフットさんに対してのね、全くの敬意がない。舐め腐ってますね。これもう一個のテスト受けたいときどうしたらいいんだ。もう一回村長とこ行かなあかんの。もう村長近くにいてくれよ。よし、これでいいかな。はい、2個目やろうよ。ベストタイム7秒97、短け。じゃあトーテンポールのテストいきましょうか。トーテンポールのテスト、まあ攻略文さっき読んだんで、それの通りにやっていきましょう。いきます。時間内に4つのトーテンポールのスイッチを全て入れるんだ。いけって、アタックって、ちょっと待って、スタートしてまっすぐ行ったところにあるはしごを登って先に行ったところ、これか。登って、早く登って、時間ないよ。マチョフットさんに負けちゃうよ。マチョフットさんの2分30秒を勝たないと。はい、1個目。次2個目、四角の木のブロックを取ったところの近くでハイジャンプをして先に行ったところ、トゲトゲのあったところか。どこだろう、あんま覚えてないな。そこの
近くでハイジャンプをしていった。こっちかな。いや、こっちじゃない。どこだ。おう、私軽く迷っております。なんかもっとこっちやったような気もする。 Wait for me。 なんかこっちやな。こっちっぽいぞ。うん、ここだ。ここあったあった。これや。よし、2つ目。 OK OK。次3つ目。マップ南にある木のブロックで出現した足場を渡っていったところ。マップ南、マップ南、とりあえず南に向かっていく。これじゃね、これやろ。 OK。 さあ最後、3の後ろに当店ポールがあるので、そこに向かって泳いでいったところの小島の壁を登っていったと。これの後ろ、わからんな。でも多分さっき途中で見つけたところだと思うんだよね。これかな。あ、これや。これこれこれ。あー、マッチョフトさん弱えな。あー、余裕余裕。40秒ぐらい間を空けてね、ゴールしますよ。はい、ゴール、イエーイ。まあ攻略チャートあるからね、それは勝てるんだけど。よくやったフォックス。当店ポールテストは合格だ。いや、力のテストも合格したけどね。よくやったフォックス。お前ライトフット族の名誉メンバーだ。おお、遺跡の道が開いた。相変わらずあの村長は謝ってくれさえしないね。盗っ人容疑に対しての謝罪が未だにないっていうね。僕はこういうの根に持ってくタイプですからね。次行きましょう。攻略チャート。中に入ると当店ポールがあるので、絵柄が揃うようにヒートブラストを当てる。絵柄が揃うと先に行けるということですね。降りてったらいいんかな。あれ、あ、こういうのね、こういうのひっくり返したくなる。なあ、スカラベか。しかも安いスカラベだよ、安いスカラベ。安いスカラベだよ本当に。当店ポールにヒートブラストを当てて止める。向きを揃えるみたいな。ああ、そういうことね。はいはい。1段目は合ってるだろ。1段目合ってるっぽいな。これだ、こっちだ。これをどう当てたらいいんだ。え、これで変わらないの。これで変わるもんじゃないの。これ合ってるの？これで合ってるのか？この向きで合ってるのか？え、じゃあこれ1段目。なんでやねん。全然当たれへん。これ自体に合ってるのは？いや、違う。なんかスイッチを押して回したりするんか。ちょっと一回登ってみよう。どっかにスイッチがあったんかもしれん。ないない。こっから当てた方がいいんか。場所の問題？あ、ちょっと待って、ちょっと待って。反応がない。
ませんな。違うな。ちょっと待って。なんか確か、うん、そうだ。スリッピーにね、アドバイス聞くことはできるんですよ。だこれをやっぱ参考にしたら、素晴らしい結果が待ってるんじゃないかなって思いますよ。じゃあスリッピーに聞いてみましょう。はい。ライトフット族に認められるなんて、フォックスが初めてなんじゃない？この先試練の館があるんだと思うよ、きっと。励ましの言葉だけやないか、本当に。励ましの言葉だけやないか、本当に。2回言うたったほんま、大事なことやから。これ、じゃあ、こう、あ、おい、ここスイッチあるやないか、ほんま。全然攻略チャート書いてへんやんけ、こういうの。ほら。ほら、やっぱり。これ、言うとけよ。乗ったまんまやらな。もう、こういうのをね、しっかり書いておかないといけない、攻略チャート。あれ？あ、一個外してもうた。よくわからん、タイミング。外れた。早えな、動き。動き早えな。この難しいエイムで当てるの難しい。これもう一回やり直さなあかんの、全部。あれ？再び動いてくれないんだ。じゃあ一旦降りよう。あれ？登れ。もうユーザーフレンドリーじゃないな。もう別にあの上からもう一回やらせてくれたらいいのに。おい、動かない。もうなんで動かないんだよ。動きなさい、あんた。これで動くかな。僕クレームつけといたからね、動かないから。なんで動かへんねん。動きなさい、あんた。ほんとにこっちか。登ってみる。なんもないな。何俺試されてんの、また。何何何、こっちか。こっちやったりするんかな。違うの。なんで動かへんの、あれ。動いてくれなきゃ。何これ、進行不能バグみたいなやつ。ちょっとセーブだけして、じゃあもう一回ちょっとやり直してみよう。セーブしてちょっとやり直しましょう。だってあれスイッチ動かさない限り動かないでしょ、あれ。スイッチ踏んでも動かないんだったら僕どうやって動き出させるのか分かんない。ちょっともう一回、もう一回やりますね。あ、こっから。まあまあいい、まあまあいい。はいはい。で、戻ってきました。乗るね。あ、乗る。あ、動いた、動いた。あ、乗っとかな、ばな。ずっと乗っとかんと回ってくれない。よし。はい。外れてる。え、向きとしてはどれが合ってんだ。これが。この向き。OK。早いな。早いな、これ。OK。ラスト。OK。あと一個だけやな。これ一旦降りて、戻れば。再スタートしないんだね。これなんで？再スタートしなさい、あんた、ほんとに。これだけだよ、これ。そんなシビアな？やり直しが効かないの、これ。やり直し聞かへんのこれ。ちょっともう何これ、もう一回。これはわざわざリセットしないといけないのこれ。何このシステム、わからんわ。もういろいろわからんわ。もうそもそもスイッチのこと書いてないしやな。もういろいろ書けてるわ、この攻略文。
今攻略してなくて、あの今公開してなくてよかったよ本当に。こんだけ間違ってる攻略チャートね、人様に見せられない本当に。この動画内だけでいいよ。おっせーしな、この最初のタイミングだとおっせーしやな。なかなか来ないしタイミング。はい来た。わ今来とったな。よし確実に確実に一個ずつ。あずれた。あーまた最初からなるんちゃうもん。ちょっともう。なんで普通ねすぐできるもんでしょ、もう一回すぐ再開できるもんですよ。テストしただけやでまだ本当に。本当ただただ本当にテストしただけ。よし。おっせえな。あれずれてんの？もう何これ。ちょっともう適当にやってみ。あ、これもう一回当てたらいいんか。もう一回当てたら動くんやんか。もうなん説明がないかそこら辺の。はい、こういうことね。なんだ、もう一回当てたらいいんかよ。もうルール説明しないから。さっぱり分からなかったよ、そこらへん。あれ、ずれてんの？この2つ何回？逆に何回でもやり直せるって分かっちゃったら、もう全然緊張感がなくなっちゃったね。いくらでも失敗していいんやって思って。もうちょっとしたルール説明でいいからつけてくれたらいいのに。毎回置いてきぼり食らってるわ僕は本当に。ゴーセーブしとこう。はいはい、じゃあ次攻略文。あ、ワープするって書いてるね。ワープするだけです。試練の館にワープするそうですね。はい、じゃあ試練の館へワープ。私は天に召されていくのだみたいな手の広げ方。よし、試練の館やってきました。さあ攻略チャート。木箱を壊してジャンプパッドを出してハイジャンプする。木箱を壊してジャンプパッドでハイジャンプをして上に行く。さあ次の攻略チャート。スイッチを踏んで柵を上げたら炎を避けて先に進む。スイッチを踏んで柵を上げたら炎を避けて進む。これか。ちょっと待って。邪魔的。はい、炎を避けて進む。はいはい。ああね、門が閉まるまでに行けよってことね。もうこの敵一番強いわ。今までの敵で一番強い。あいつだけなんか素直に倒せ。絶対ダメージ受けもん。次、スイッチを踏んで水位を下げて柵を上げたら水位の低くなったところを通っていく。はい、じゃあスイッチ踏んで、うん、水位を下げて、ああ柵まで上がってますね。柵も上げたら水位の低くなったところを歩いていく。水位の低くなったところを通って、うん、こういうことね。はい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 、これもよくあるパターンね。はい、次、下に降りてスイッチを踏んで柵を上げたら樽を避けながら上に行く。またドンキーコング的なやつか。はい、スイッチを踏んでうわ来てるわいっぱい、すごい大量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 。うわすごいすごい。おお結構タイミングシビア。いけましたね。じゃあ第3の試練いきましょう。第3の試練、
第3の試練カーソル保持、先にじゃあ攻略チャート読んでおきましょうか。第3の試練カーソル保持、カーソルが常に緑の位置になるようにスティックを置いておく。かなり難しい。コツはあまりスティックを動かさないこと。いきなり動き始めるときは注意が必要だって書いてますね。ちょっとよくわかんないけれども、カーソル保持という試練やっていきますよ。画面上部のゲージの中にある赤いカーソルを 3D スティックを使って緑のエリアに保とう。周りのものに気を取られないように。これ難しいよ結構。周りにもう、あの上の画面しか見たらダメです。むず、急に動き出しましたよ今。いやこれはなんだ、これ本当に試練じゃないかよ。上画面しか見たらダメ、上画面しか見ない。めっちゃ倒さなあかんやん、ここ襲ってくるとこめっちゃ倒さなあかんだよあれ。あぶねえ、あぶねえ、もうあぶねえよ。なんか透明なやつ来た。もうそれは気にしない。僕はもう上しか見てないよ、画面の上しか見てないからね。画面の上しか見てないから。もう知らんかな。もう何やねんこれ、長いわこの面。めっちゃ難しかったこれ。難しいもんねやっぱこれ。これをね、すぐ動くんだもんね。ほらほらほら、相当倒したよ今。相当倒さないといけないタイミングが急にやってくんの。それに対応できるかですよね、すぐに。危ない。これをこのカーソル保持したところで何が起こるんだっていう話ですけどね。うわー、知らんかな。つうことだよ。早今回。あー、またや。ここなんか肝になってきたな。黙る、もう黙るよ。ここまで来たら黙る、黙り込んだもんね僕なんか。まだ長いぞこれ。こんな長いの知らんかな。もう長、もう危なかった今。もうスタートの時点で危なかったもん。わあ、終わった後のね、何であんなに振られるのか分かんないけど、あの終わった後がすごいわあれ。
あいつ出てきてからめっちゃ動くやん。わあ、めっちゃ動く。まだか、もうええやろ。もう終わりでええって。終わった、やっと終わった。もうマジで最悪、最悪のミニゲームやった。本当に今までゲームやってきた史上一番最悪のミニゲームをもう僕は体験しまして、これに約30分かけたっていうね。ミニゲームだけをただひたすらやるならいいけれども、わざわざ戻し作業までやらないといけないっていうのはね、もう最悪でした。本当に最悪、本当に最悪のミニゲームをやりました。いやー、これはひどいわ、もう合計54分回してますからね。約1時間ですよ。まあ、これを一本の動画にするっていうのもなかなか鬼畜なもんですけど。はい、ということで、じゃあ次回はじゃあこの続きからクローザースピリットを解放するところからやっていきたいと思いますので、また次回もお楽しみください。ということで、エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。